今回紹介するのは「数学の大統一に挑む」という本です憧れのモスクワ大学の力学数学部の試験に全問正解したにもかかわらず父親がユダヤ人であるために不合格それでも少年は諦めず数学を学び続けたやがて少年は数学者として異なる数学の領域に架け橋をかける ラララングランググズプログラムに参加それを量子物理学にまで拡張することに挑戦するユダヤ系ロシア人である著者はさまざまな差別にあいながらも理解者との縁数学への愛に導かれながら小説の主人公のような人生を歩んでいく自身の数学者としての旅を軸にしながら数学の世界を読者に分かりやすく解説している筆者の 統一という視点は数学の分野に限らず専門家ごとに細分化されてしまっている医療分野や信仰の対立などさまざまな世界で今後ますます求められるようになるのだと思う。そしてこの本を読んでいると統一橋を架けることが夢物語ではなく実際に実現可能であり それらによって人々に恩恵をもたらすことができるのではないかという期待が高まる下手なスピ本を読むよりも数学という普遍的なものを通して大いなるものの存在を感じさせてくれる以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。